皆さんこんにちは。今回は私が仕事として関わっているサービス開始を推進している企業さん、関わっている人たちからいろいろ質問をいただくんですけれども、その中の一つ、よく聞かれる質問があります。今、家にいる時間も増えてきました。そうすると家にいる時に困ることもたくさんあるんだなって気づきがあります。皆さん、家にいると聞こえない人たちは何に困ってるか分かりますか？私の場合の話なんですけれども、例えば宅配業者に運んでもらうことも増えました。やっぱり買い物、他に欲しいものをいろいろね、送ってもらうことがあるんですけれども、これたまたま私が補聴器を取った時聞こえてない状態なので、インターホンピンポン気づかないまま宅配の人たちもそのまま持ち帰ってもらって、不在票分がポストに入っている時がありまして、タイミングが悪い時があるんですよね。申し訳ないって思うところもたくさんあります。で、そんな時にインターホンを鳴らしたら音だけじゃなくて光がフラッシュで気づくように工夫してる家もあります。で、その他にも細かい音といえば、料理する時に換気の音がありますよね。これ弱いと中と強と換気の音によって聞き分けができる人もいれば聞き取れない人もいます。私の場合は弱の場合は気づかない時が多いですね。中強ぐらい言うとなんかうるさいなっていう感じはあります。これは補聴器してる人の場合の、あとは聞こえ方によっては聞こえる場合があります。他にもお風呂沸きましたっていうメロディーがあるんですけど、これいろんな人に聞いたら2パターンあるみたいなんですけど、1つ目は例えばもう沸きました、1回だけメロディー鳴る人も いれば、私の家は2段階あります。そろそろ沸きます、次に沸きました、この時に2段階だと間違える時があるんですよ。沸いたと思ってるんですよ、私が。沸いたと思ってお風呂場に入ってみたらまだぬるいっていうことが失敗もありますね。なぜメロディーっていうか、そのアナウンスだけになっちゃうのかな。まあそういった部分で間違いが起きやすいんですよね。でも他にも冷蔵庫も開けっぱなし時があるんですよ。開けっぱなし、アイスを取ろうと思って取った後にちゃんと閉めないまんま次の部屋さんに見てみたら溶けてたっていう失敗もありますよね。これは聴覚障害者あるある話じゃないでしょうか。でテレビもね、ありますよね。テレビはね、最近字幕がついてきて増えてきて嬉しいですよね。昔は字幕がなかった時ってやっぱり面白いテレビとそうじゃないテレビって分かれてたと思うんですけど、
私やっぱり小さい時に字幕がなくても面白かったなっていうのはやっぱり志村けんさんでしたね。志村けんさんの番組は本当に字幕なくても表情もうまいですし、あのジェスチャーも体も動かしてるし、本当にアホみたいな動きが私にとって聞こえない人にとってはすごく分かりやすかったんですよね。でも去年ね亡くなっちゃって残念だったんですけども、本当に嬉しかった。ああいう存在が聞こえない人にとっては幸せな時間でしたね。でそのテレビもね今字幕ついてますけども、でまだまだねあの生放送だったりニュースだったりで全部が字幕ボタン押してもつかない番組もまだまだあり存在しますよね。うん、全部の番組がね普及してくれればね嬉しいなと思いますよね。でここで、皆さんに何を伝えたいかという言うと、この世の中は基本人たちが大多数ですよね。少数派といえば聞こえない、聞こえづらい人、うん、そうすると全然違います。でも聞こえない人、あの聞こえづらい人といっても、例えば今超高齢化社会って言われている中で老人性難聴も増えてきています。芸能人も若い人たちもね今突発性難聴、突然聞こえなくなっちゃうことも結構増えてきています。そうすると今少数派って言いましたけども、これはぼちぼちどんどん増えていくかもしれないんですよ。これからこうやって増えていった時に困るのは家を作ったり、設計をしている人たちが、この家が売れなくなっちゃう、まあ売れなくなるっていうか求めてない家が増えるかもしれないですよね。そうすると家の在り方も見方も変わっていくのかなって思っています。ぜひねこの増えていくこの段階に入ってる時にね、家を建てる前に聞こえる人たちだけで考えて家を建てるのはもうやめましょう。建てる前に聴者の意見だけで、集めてね建てる時代はもう終わりです。もう古いです。今これからもね今も言ってますけども、共生社会と言われてる中で皆さんが求めてる家は何なのかなって一緒に考えることができればいいですよね。でこれは聞こえない人、聞こえる人も聞こえない人たちも皆さんがいろんなね当事者集めて、いろんな例えば車椅子の人たちも玄関の前にはスロープが敷いてる、これはもう家を建てる前からちゃんと相談してこういう家が欲しい、うん、で家の中に階段はなくしてエレベーターにするとか、車椅子ユーザーの意見考え方を汲み取って家を作ってるわけですよね。その考え方と同じように聞こえない人たちも聞こえてない人たちもこれから増えていく中で求めている家は何なのかなっていうのを一緒に考えられるようにしたら、もっともっといい家が増えていくと思います。ちょっと聞こえる人たちも過ごしやすい家になってると思っています、感じます。ぜひねこういった考え方もあるってことで皆さんには参考にしてもらえると嬉しいなと思います。じゃあ今回の話を最後まで見ていただきありがとうございます。いいねとたくさんのコメントをお待ちしています。また皆さん会いましょう。